YouTube 動画をご覧の皆さん、こんにちは、田原大輔です。今日は、以前に引き続いて、以前使用していたギターの紹介していきたいと思います。以前使用していた、ギター、以前メインで使用していたギターですね。これはラージヘッドです。ラージヘッドのストラトのフェンダージャパンコピーモデルです。はい。で、フェンダージャパンのラージヘッド、でもラージヘッドのギターストラトやないとあかん。ラージヘッドのストラトで、ハードロックヘビーメタル弾こうということで、あの当時はまあラージヘッド憧れがあって、やっぱりリッチブラックモアイングウェイ、ウリ、当然ジミヘンですね、はい、が好きで、ラージヘッドのギターで弾こうやないかと。だけどシングルコイルのままではちょっとあかんということで、当時は、まあ今はシングルコイルもすごい好きなんですけど、当時はもうそう思ってリアをハンバッカー買いました。はい。当時はやっぱりサスティンが欲しいと。サスティンがあったらレガートプレイタッピングしやすいやないかということで、ディマジオの、ファストトラック通過ダンカンのホットライス、ディマジオのファストトラック2、確か、まあ、どっちもそうだと思うんですけど、ハンバッカーを凌駕するみたいな、すごいぞこのハンバのシングルサイズのハンバッカーはパワーすごいぞみたいな、でホットライスも確かね、軽いタッチでも音が出るみたいなことが入ったんで、もうこれは2つどっちかやなみたいな感じで、リサンで楽器屋さん行ったんですけど、買ってすぐぐらいさ、これ2、3で楽器屋さん行ったんですけど、楽器屋さんにこの JB のジュニアなんですけど、勧められて載せました。 JB 言うたらジェフベックのあれなんですけど、でも JB、つけてるというか最初はついてるという風な言い方の方が正しいかもしれないですけど、まあ、例えばジャクソンのギターですね、はい、まあ、私メガデスとか、当時デイブもマーティンどっちもリアは、JB やった気がするんですけど、まあまあそんなね、スラッシュメタルの大御所もつけてるし、もう JB でええんちゃうみたいな感じで、うわーみたいな、JB でもお願いしますみたいなJB ジュニアですけど、はい、まあ、これ結構倍音が多いピックアップで、はい、だからドンシャリな感じやし、しかもパワーもあるし、うわー、ええやろなーって、いざつけてみたんですけど、まあ、当時の機材ではね、正直やっぱり、まあ、そこまで歪まないというか、まあ、ファストトラック2も試したことないんで分かんないですけど、まあ、ならザクに入れてハンバッカーつけろやっていう話なんですけど、まあ、僕はシングルコイルのまま行きたかったんで。でもね、これはね、ある意味ほんまはいい方向やと思う、いいピックアップやと思う。シングルコイルのあれも残しつつハンバッカーみたいな、どっちかやったら P90 よりもしかしたら下手したら太いかもしれないですね。 P90 も積んでるあのギターによってまた音変わってくると思うんですけど、だからあのなんていうんですか、芯があって、まあ、当時はほんまにあの歪みの目が、細かいサンドペーパーみたいな歪みが欲しかった時期もありまして、多分それの時期と被ったと思います。これがそこまでだから歪まないですね。歪みが目があの細かくないですね。どっちかやったら芯のある、まあ、結構みんなあの芯のある方があのギタリスト好きやと思うんですけど、芯のある方やと思います。私01これギター貼ってたこともあるんですけど、01なんか貼ったらテキスプみたいな、まあレイボン的なあのサウンドですね。もう私なんていうんですかね、歪まないというかガツンっていうような音というか、そんな感じでした。で、やっぱり最近はやっぱりすごいそういう音が好きなんで、例えばこれを GSM800 とかマーシャルにそのままダイレクトでプラグインして弾いたら、ジャジーというか、まあ、ジャジーな感じでね、歪みがええ感じなんですよ。すごい、そこにこうオーバードライブかなんかかまして弾くと結構気持ちいいギターで、ほんまにあのシングルコイルストラトらしさを残したまあ、パワーのあるピックアップ。ほんでフロントピックアップとのバランスもいいんですよね。これまあフェンダージャパンの多分パワー多少あると思うんですけど、なんでか知らんけどいいんですよね。まあ、フロントピックアップも
まあ、これフラットホールピースなんですけど、だからスラントもつけてないですけど、当時はほんで、まあ、かなり上げてたんですね。上げてとりあえずもうセンターベタベタで分かってもらえると思うんですけど、キッキングの邪魔になるということで、それやったんですけども、逆にやっぱり下げて、まあ次回云々もあるんですけど、上げずにダメなんですけど、ほんまは下げてね、やっぱり今の好みはやっぱりヴィンテージ系の、音もすごい好きなんで、どういったやつかね、例えばスイープとか弾くときは僕はパワーない方が弾きやすいような気がするんです。ありすぎるとね、わずかなタッチで例えばねノイズも拾うし、キレがいい方がすごい弾きやすい気がします。で、まあフェンダージャパンなんでパワーもあるしあれなと思うんですけど、まあ、それでもまあ結構弾きやすい方です。カリンとした音が最近好きなんで、カリンとした音にやっぱりなりますね。下げると変にこもらないというか、まあ、メインというか使ってるストラトの方はほんまにサウンドに惚れて、それはもうサウンドに惚れて購入したギターなんであれなんですけど、フロントも、リアも、まあ、特にリアが好きなんですけど、もうすごい好きで、あっちのギターは01なんですけど、パワーがそれほどないんで、ええ感じだから、フロントなんかは、弦は太いですけど、スイープは正直、その辺はスッキリしてしやすいんです。はい。弦が太いんで、その辺は多分、弾いて持てる人はわかると思うんですけど、まあ、このギターはおやし、なんていうんですかね、ストラトで、ハンバッカーでもない、なんかこうすごい個性のあるギターやりましたね、この JB ジュニアつけて、はい、ね、音なんですけど、私もうほんまにさっきも言いましたけどシングルコイルの良さも残ってるんで、その辺を考慮したサウンドをですね、で、音はですねリア、本家というかほんまはサウンドアッシュボディでサウンドが掘れたらほんま欲しいんですけど、まあでもそれも出会いやと思ってるんで、またいろいろ試奏してあったら、まあ、当然も高いんでそんなあれですけど、まああったらというか、まあね、ヴィンテージはちょっとまああれなんですけど、まあ曰く付きの3点止めなんで、まあ結構ヴィンテージの楽器手巡りしてて弾いたんですけど、やっぱりねこのなんていうんですか、このネックポケットの隙間がかなりあったりとか、やっぱりまあ噂通りっていうかあれがあるんですけど、まあそれしてきたらカスタムショップでねなんかあったらほんま欲しいんですけど、まあそんなギターあれやし、まあでも出会いかなと、またその辺はそれで試奏していこうかなとは思ってるんですけど、はい、まあでもほんまにそうですね、もうネックこれやっぱり70年代ちょっと結構広いというか広いんで、その辺は好き嫌いがあるとは思うんですけどね、結構リッチでも、まあ、何でも親指結構使うんですけど、まあ親指使うと日本人の指の長さだと弾きにくい時もあると思うんですけど、まあでもそれもまあ好みなんで、はい。
好きでした。